皆さんこんにちは、お久しぶりです。まさこです。5年ぶりに戻ってきました。大学2年生の時にこのチャンネルを始めて、もう気づけば何年、9年とか経ってて、で5年前に入社してから全然更新しなくなっちゃって、放置状態になってしまってたんですけど、今までここまでずっとサブスクライブを残してくれたまま登録し続けてくれた方ありがとうございます。新しく登録をしてくれた方もありがとうございます。実はですね、私この5年の間にいろいろあって、結婚して新婚旅行とかも行って、だいぶブクブクになって妊婦になって帰ってきました。イエーイ。今8ヶ月に入ったところなんですけど、なんかやばくない？8ヶ月。こういう風な動画、写真をこういう風に見せるのも本当初めてっていうか、本当に全てが、もう全てがギリギリで、今何も始まってないし何も終わってないみたいな感じの、もう超ギリギリ生活を私してるんですけど、その私のこのギリギリなリアルライフを皆さんにお届けしようと思って戻ってきました。なんかお前ギリギリのくせにこんなことやってんじゃねえよって思うかもしれないんですけど、本当にギリギリすぎて、フルタイムで働きながら不妊治療もしてきたし、あとは家でぼーっとする時間も必要だし、いっぱいご飯食べる時間も必要だしとかやってたら、本当に今まであなた何してたのってぐらいの、本当に何もできてなさ、これから引っ越しの家もちょっと決まるかどうか分かんないみたいな、里帰りもあってみたいな、もう本当に全てがやばい状態なんですよ。でも私が動画を撮ったりだとか、いろんなことをシェアしたいっていうような、なんかそのそこに対する楽しみとかパッションみたいなのは全然変わってなくって、この私のギリギリしさを一緒に過ごしてもらいたいというか、一緒にシェアしたい、感じ取ってもらえたらなっていうふうに思って再開しました。インプビログとかって結構皆さん1ヶ月とかこう妊娠しましたの時からこう順番にね、どんどんこう流していく、で大きくなっていく様子とかをさ記録してさ、それを出して、あ大きくなりましたねとか、そういうのじゃん。けどもう私はギリギリすぎてそういうのが一個もできてないんですよ。もうほんとそれもまた別の動画で話そうと思ってるんですけど、マジでできてない、妊婦としてできてないことが多すぎてここまでなっちゃったので、これから多分妊婦ここからがもっと大変だから、ここからのこととかを話したりだとか、今なんか引っ越しの準備とか、準備も何もまだ家決まってないんで準備もクソもないんですけど、そこに向けての私がちょっと後悔してることとか、今まであったこととか、これからの奮闘期みたいなのをこの YouTube で再開して、いっぱい皆さんに届けられたらなっていう風に思ってます。親からも焦らされることとか、お姉ちゃんからもすごいプレッシャー来たりだとか、あれはどうする、これはどうするみたいな、本当にで計算もできないし、なんかやばい、本当にやばい状態だけど、仕事も続けなきゃいけないし、引き継ぎ資料とかも作んなきゃいけないし、なんかお盆も休みなしで働いて引き継ぎ資料作ってみたいな感じのことをやってます。本当そんぐらいバタバタの人なんですけど、でも多分私だけじゃないと思うんですよ、それって。世の中には同じぐらいギリギリの妊婦さんがいるとも思うし、これから子供が欲しいなって思ってる方とか、今妊娠発覚してこれからこう楽しみな時間とか不安な時間をこう過ごしていかれる妊娠したての方たちとかもそうですし、なんかそういう人たちにもこのギリギリさはやばいよっていうところをお伝えしたりだとか、こんなにギリギリでも大丈夫っていうのが伝えられたらなとか、あとはもう普通に単純に私のこのギリギリさやばさを見て笑ってもらったりだとか、あ自分はこうならないようにしようって思ってもらったりだとか、そういう時間に使ってもらえたらなと思ってます。何日で生まれますみたいなアプリとかもなんかもう最近見なくなってきた。前はめっちゃ見てたけど、もう最近は本当なんかプレッシャーに感じてきて、数えてんじゃねえやとか思うから、なんか見ないっていうか、見るけど、はあまた1日減った、はあ79、78日ですかみたいな感じの、もうアプリにまでプレッシャーかけられてるぐらいの本当にギリギリさでやばいので、継続して投稿はもちろんしていくんですけど、
ギリギリすぎて多分投稿することはいっぱいある、あのシェアすることはいっぱいあるんですよ、ギリギリすぎて。だからもうそれを伝えながら、リアルな私のこのギリギリ妊婦ストーリーと、あと、まあ、出産ストーリーと、あとはこれから無事に生まれてきてくれることをこう願っているその私の我が子との生活とかを YouTube でまた見せていけたらなと思っているので、またこれからよろしくお願いします。今までとはもうなんかすごい私も大きくなったなって思います。なんか大学生の時になんか島村で買った服とかメイクがとかやっててすごくそれも楽しかったし、すごく私の思い出になってるし、若いなと思いながら見返したりとかもしてるんですけど、28になって子供を産み落とすっていうところに来てるので、またこの新しい時代を、時代っていうのを私なんかもう本当時代っていうんですか、この新しい時代、私の新しい時代を一緒に過ごしてもらえると嬉しいなと思います。なので今までずっと残しておいてくださっている方は、そのままチャンネル登録を継続してもらって、たくさん見てもらって、新しく登録してくれた方はこれからたくさん私のギリギリな様子を見てヒヤヒヤしたりとか笑ったりとかしてくれたら嬉しいなと思うので、ぜひチャンネル登録をお願いします。こういう風に終わってたよね私。会社でも仕事の方でも YouTube 出てるので、なんかそっちの終わり言葉が出てきそうになっちゃう、はい、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。